りだね。ちょっと写真1枚撮って。驚いてる、何事やろ。20歳を迎えた村岡優希さん。両親の由美さんと学さんはこの日のために袴をあつらえ、息子と一緒に式典に参加しました。こんなにね、いっぱい同級生がいるってなんか嬉しいね。みんなそれぞれみんないろんなことがあって、きっとどのお友達にも同じように喜んでるお父さんお母さんがいて、で私も一緒にその仲間になれて。私たちが村岡さん一家と出会ったのは2004年、高度な医療を行う NICU 新生児集中治療室でした。呼吸が弱かった優希さんは生まれてすぐ NICU に運ばれ、家に帰れない日々が続いていました。食べました？なんか咳がひどくて全然食べれなかった。アレルギーをした方がいいかもしれない。母親の由美さん、里帰り出産で実家のある福岡に戻ったまま、家族と暮らしていた北海道に帰るめどが立たない状況でした。主人が北海道なんですよ。北海道にいるから、この子と3歳の子と4人で北海道で住みたいなっていうのが前みたいに。夫の学さんは浦河町で小学校の先生をしていました。当時この町には優希さんを見ることができる病院がありませんでした。一番最後に学校を出て一人分の夕食を作る毎日。こんなん言ったら怒られるかもしれんけど、1年離れると慣れちゃうとこあるんですよね。慣れちゃったって思わないと逆に辛いし。感染防止のため NICU に入れるのは両親のみ。由美さんは当時3歳だった上の娘を母に預け、毎日一人で NICU に通っていました。どうしても比べちゃうんですよね。同じぐらいの子供、9ヶ月ぐらいの子供が街を歩いてるとやっぱ見ちゃうし、あ、こんなこと思っちゃいけないけど本当だったらこうだったのかなとか、もっと元気に生まれてくれてたらこうだったのかなって思うようなことはたくさんこう街にあふれてるじゃないですか。その時に NICU に戻った時にちょっと悲しい気持ちは出てきますよね。うわ、ゆうきだ。ゆうき手袋してる。恥ずかしい話ですね。3歳のお姉ちゃんが勇気大好きだよってすっごいこうチューとかしてすっごい可愛がるんですよ。それを見て初めて、あ、生まれてくれてよかったって思うんですよ。お姉ちゃんがいなかったらそういう風には思えなかったかもしれないです。みんなで何が好きって聞いて。あれから20年、勇気さんは20歳になりました。夫の学さんは優希さんが3歳の時に転職し福岡に戻りました。教師とは違う仕事をしていましたが、去年から再び北九州市の小学校で教壇に立っています。そして弟が生まれました。11歳の大輝くんです。3歳だったお姉ちゃんは大学生に。
ニーナ面白いし、めちゃめちゃ可愛いいつも3人こんな感じこんな感じゆうさんがずっとヘラヘラ笑ってる。うん、仲がいいですよ。ゆうきさんは1歳で NICU を退院し、自宅に戻りました。とはいえ、夜間は人工呼吸器を装着し、胃に穴を開けて1日に4回、直接栄養を届けています。人間豆。痰の吸引など、医療的なケアが欠かせません。睡眠不足のはずなのに、由美さんの表情は穏やかです。私が知らん顔しててもずっと一人で遊んでるでしょう。すごいなんか成長したなって思いますね。つきっきりだったから。ゆうきさんが過ごすのは医療型ショートステイ。医療的ケアをしながら自宅で生活する人を支える施設です。これなんだこの日は節分を前に鬼を制作しました。そう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 、覚えてた、こっちこっち、そうそうそう、あ、そう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 オッケー、オッケー、かっこいい、正解、オッケー。ぼちぼちご飯の用意しようか、歯磨いて。実は由美さんは看護師の資格を生かし、17年前に優希さんがこの施設で過ごすようになった時からここで働いています。医療の進歩で人工呼吸器や医療を使いながら自宅で生活する人が増え、こうした施設のニーズは高まっています。こういう数字とか見てても、ハリちゃんは今何に困ってるのかなっていうのはすぐ早め早めに気がついてあげないと、ハリちゃんはもしきつい助けてって言った時にはもうそれで気がつくんじゃ遅いんですよね。今日はどんな調子？今日はハリさんはとっても抜群やね。施設の理事、半田みどりさん。ゆうきさんの日中の居場所を探してここを訪れた由美さんに働くよう後押ししたといいます。私とゆうきはうつですって暗い顔してうつですって言うんですね。ああそうですか、あ、由美さんがもちろん暗いんですけど、ゆうきもずっと泣いてるんですよね。何が一番彼女にとって必要なのかなって思った時に、やっぱり勇気のお母さんだけじゃなくって村岡由美さんよねっていう時間が一日の中で少しでもあったらっていうのがきっかけなんです。誰かの役に立ててる喜び、子供たちみんな可愛いですもんね。もうみんな可愛い泣いてばかりいた勇気さんも変わりました。ねえ、ターシャはずっとずっと泣きよったね。ねえ、こんなに笑うとは。喋るだけが本当、お話できることだけがですね、コミュニケーションじゃないっていうのをですね、すごくみんなが教えてくれて、表情だったり、口元ね、目もすごくね、動かすし、こうやって手でですね、今してほしいことだったり、求めてることを教えてくれたりですね。親族が集まった二十歳のお祝い。気がついたら本当に20年っていう月日があっという間に過ぎて、ねね、いろいろ支えてもらいながら本当にここまで来れて嬉しいなっていうふうに思ってます。ゆうさんおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。すっげえ笑顔。大好き。喉が乾いたね。暑かったしね。ああ上手に、ね、嬉しい。よく頑張ったなと思って思いますね。やっぱり勇気も
んですけども、ユミと学ぶ君で、勇気は勇気なんだ、勇気が楽しければこれが勇気の世界なんだっていう切り替えスイッチが自分の中でどっかで入ればすごく楽しくなってくる。愛されながら、いっぱい笑顔を届けながら、勇気らしく楽しく生きてくれたら嬉しいですよね。